ナ大の院生、最近困っていることがある。浩二先生、資料を持ってきました。どうも久美先生は来てないんですか？そうなんだよ、いつもごめんね。そらさん、准教授の浩二先生、そして久美先生は共同研究をされているのだが、肝心の久美先生は常に不在で、私が代わりに浩二先生の補佐をやっている状況なのだ。とはいえ、さすがに自分の課題と研究補佐の同時進行はしんどいな。エネルギーチャージ。あー疲れた。イサメ先生、今までどちらに？いつも通り研究旅行よ。それより空、コーヒー入れてくれる？はい。うまっつ。あんたコーヒーもまともに入れられないの？インスタントなんで。まあいいわ。小腹空いたし何か買ってきて。今からですか？いいから早く。あいつがすごい。戻りまいじゃん。次はこの書類のコピー、あと資料室の整理、散らかり放題じゃない。すいません、人手が足りなくて掃除する暇もないんで。言い訳はいいからやっといて。私はこの後また取材で留守にするからよろしくね。え、またですか？そろそろこっちも手伝ってもらわないと困りますよ。私もいろいろ忙しいの。これくらい一人でもできるでしょ。次帰ってくるまでに進めておいてね。ソラさん、悪いけど引き続き手伝ってもらえる？喜んで。その後も共同研究とは名ばかりで、浩二先生が一人で研究を行い、私が補佐をする毎日が続いた。先生、そろそろ寝ないと。目を開けたまま寝ている。だと。そしてあっという間に研究発表会の前日。イサメ先生、結局あれから一度も顔出しませんでしたね。発表会は出席するのか連絡しておいたけど、まだ返事も来ないし。ソラさん、当日も補佐をお願いしてもいいかな？ここまで来たらもちろんですよ。発表会当日。先生、これ原稿です。その先生、結局来なかったの？ありがとう、ソラさん。それでは次に、社会学部准教授の浩二さん、お願いします。ご紹介に預かりました、浩二と申します。本日私が発表します研究テーマは、社会と産業活動についてで、続きは私の方から説明します。研究取材先から帰るのが遅くなり申し訳ありません。代表の久米です。であるからして以上の結果から。なるほど、これは素晴らしい。実にいい研究結果ですね。発表会終了後、イサメ先生、先ほどはどういうつもりですか？あんたの代わりに発表してあげただけですけど。今まで何も手伝ってないくせに、我が物顔で結果だけ持っていって、身勝手にも程がありますよ。しょうがないじゃない、研究旅行で忙しかったんだし。その旅行の成果だって俺は何一つ報告を受けてないんですが。これじゃ共同研究をやっていく意味なんてないじゃないですか。私は私のペースで研究してるの。まだ新米准教授のあなたにはわからないでしょうけど、真の研究者ってのはこうやってベストな成果を作るものなの。というわけで、また取材だから次の研究のテーマ決めておいてね。あれ、デジャブだ。デジャブだ。怒りを通り越すと人間って無になることについて研究しようかな。先生、落ち着いてください。気持ちはわかりますけども。もう彼女のことは諦めよう。次の準備をしないと。次は絶対成果を横取りされないようにしましょう。手伝います。ソラさん、ありがとう。一難去ってまた一難。私たちはすぐに次の研究準備に取り掛かることに。数日後。はい、もしもし。お世話になっております、モナ水産研究所の柳ですが。柳さん、お世話になってます。いつも久米先生がお邪魔しているようで。え、いえ、久米さんはこちらにはしばらくいらっしゃっておりませんが。はん、え、来てない？今も先月もですか？久米さんはここ半年はお見かけしてないですけど。そういえば。ああ、そうだ、そこは触らないでいいから。いいから、他のとこ掃除しておいて。怪しい。ほっちゃー。ソラさん、急にどうしたの？あった。それって、久米先生の旅費申請書？なんでこんなとこに。浩二先生、これ先月もモナ水産研究所に行ったことにして申請されてます。え、ってことは旅費の不正受給じゃないか。研究って言っておいて、実際は遊びまくってたってことですかね。研究研究。さ
数日後。そら、コージ、今日の発表の準備できてる？イサメ先生、ちょっとお話があるんですけど。あんたの話聞いてる暇ないの？いいから今日の原稿を早くちょうだい。今日の発表会、私も参加するんです。研究内容の確認とかしなくていいんですか？何も知らないですよね。はあ？あんたの研究なんてどうせ自由研究レベルでしょ？発表しても恥かくだけよ。以上で今回の発表を終わります。今回もいい手応え。コージに丸投げしてるだけで私の評価が上がるんだから、イージーモードすぎてちょろいわ。それでは最後に、私の方から久米先生の研究旅行の成果をご報告したいと思います。お手元の資料とこちらのデータをご覧ください。久米先生は研究旅行と言いながら、実際はこちらの現場には行っていないことが明らかになっています。現場であるモナスイの柳さんからも、ここ半年ほど久米さんとは交流がないことも確認が取れております。にもかかわらず、この旅費申請書はモナスイに先月行ったとあります。これは一体どういうことでしょうか？これは不正受給ではないか。久米くん、説明したまえ。知りません。こんなのすべてでっち上げです。きっと私が羨ましくて落とし入れようとしてるんです。資料はまだどっさりあります。大量の揺るがぬ証拠に大学のお偉方は大激怒。ひさめ元先生はあっさり退職処分となった。1年後、去年の今頃は京都でのんびりしてたのに、今はこのボロアパートで野生の餅と暮らす毎日。え、我非常食。大学でのことが噂になったせいで、同じ教授職にはつけなくなったし。お断り。使い込んだ旅費の返済も終わってないし、何度か見つけた塾の講師もハードなのに給料安いし、わかんない。くんど、旅行どころか買い物すらまともにできない。なんで私がこんな惨めな思いしなきゃいけないのよ。本日のゲストはマッスル学者兼コメンテーターのコージさんです。コージって、あのコージ？教授コメンテーター？コージさん、本の売れ行きはいかがですか？おかげさまで好評です。ありがとうございます。あの時、空が私の不正受給をチクったりしなきゃ、今頃あそこに座ってたのは私だったのに。そうだ、コージのアンチコメント書きまくってあいつの評判を落とせばいいんだわ。助教授の頃から学生エースとイチャイチャしていた。大学院生を捕まえて可愛い子を自分の研究の補佐につけて遊んでいた。こんなやつを教授にしておいていいのか。翌日、さて、コージのやつは炎上してるかしらっと。ってなにこれ、炎上どころか擁護コメばっかじゃない。学生エースって奥さんのソラさんのことってなに。あいつは結婚してたの？助教授の頃から助けてもらったってコージさんの本に書いてあったよね。どうか知らないわよ、読んでないし。っていうか、コージたちが炎上どころか私に矛先向いてない。つうか、このコメしたのコージさんの本で触れられてた不正受給したとかいう人、かけ恨みってこと、かわいすぎるって。その後も久米へのコメントはやまず、ネットで拡散され続け、バイト先の塾にもこの騒ぎが届き、クビに。お願いします。ここクビになったら本当困るんです。無理です、パッコ。最近 SNS で大変な騒ぎがあったと思いますが、大丈夫でしたか？問題ありません。名前こそ出しませんが、あの人のおかげで一人で何でも解決できる力がついたと思っているので、逆に感謝していまする。くそ。もう一回はいろいろとね。ひさめさん、お家賃の件でお話が。燃え尽きたわ。お家賃。ひさめのその後は知らん。